はい、医療サービスリベーションの組織構築フレームワークのその2です。その2は病院マネージメントのための戦略フレームワークということでお話をします。で、具体的な内容はですね、まあ、こういう内容で1個ずつ説明をしていきます。病院戦略立案のためのポイントということでお話をします。で、まずですね、戦略の実質化ということでですね、話をします。で、 これどういうことかというとですねあのお題目のようなですね、役に立たない戦略っていうのをいくら作ってもですね、まあ、それはあの時間の無駄というかですね、意味がないとおまあお役所仕事っていうこともあれですけどもあんまりこう、えー、お役所仕事的なですね、ことをやっても仕方がないだろうと思います。で、ででまあそういううう、い意味でははですね、もも本当に我々はもう えー、この少ない時間をですねうまく使って、まあ、より良い医療を提供しようと努力してるわけですから、まあ、ちゃんとですね意味のある役に立つ戦略を立てないといけないとこれがまあ戦略の実質化ですね。で、まあ、理想に向かって現実の課題を解決していくための、まあ、本当に役に立つ方針になるといけないということがまずあると思います。で <laughs> 戦略とですね、課題というのはまあ表裏一体で、まあ、理想を描いて、えー、現実の課題を洗い出して理想と現実のギャップを埋めるための実質的な戦略を立てるということなんで、えー、当然ですねその課題があって、えー、戦略があると真剣に課題を探さなければ役に立つ戦略は立てられないということを、まあ、これですねあの強調しておきたいと思います。<laughs> まああの ずっとですねその課題を発見するための、まあ、どういうことをしないといけないかっていうのをかなり具体的に説明してきたつもりですけども、まあ、そこですねでまあそこでですねズ z i z 2 b モデルっていうですね、まあ、これも非常に有名なことですけど理想というのが 2B で現状というのがアズイズで。 この理想と現状のギャップを見るように現実的な目標を定めるというのがこれがですねだこの目標に相当するところですねここがまあ非常に具体的な戦略作成になるということですね。はい、でなかなかですねあの、まあ、それがうまくいかないっていうことがあると思うんですけども、まあ、着眼点としてはこの2つの問題点があるんではないかと思います。まあ、1つはですね、えー アズズイの部分が分からない,という、ね、現場の意見を聞き出す能力が不足していると、えーまあ、こう設計者というのは企画戦略を立てる人ですねが、あのーまあ、現場のことを知らないっていうことですね。でこういうのは、まあ、さっきも言いましたけども病院全体会議っていうのをあのちゃんと作るとかですね経営分析ヒアリングとかグループ屋で、まあ、いろんな意見を収集できるようにするとかですね、まあ、こういう対処法があると思います。ももちろんこれだけけじゃないいと思いますけどもでもうあの 2B の方ですね理想を描く力っていうのが不足しているっていうのは、まあ、なかなかですね、あの日々の業務に追われているとですね、まあ、突然ですねあなたの部署の理想は何ですかって言われてもですねな、まあ、かなか分からなかったりするんですよねで特にその部分的には理想ですね、まあ、この部分はあのこ,うれこういうふうにすればいいっていうのは言えてもですねあのもう全体的には例えば病院としての理想は何ですかって聞かれてしまうとですね、まあ、網羅的にはなかなか言えないというのがあると思います。もう一つですね、 あの理想が人によってまちまちちいうこともあると思いますねでこの,あの、えー、なかなか理想が言えないっていうことに対しては、まあ、情報収集で、えーまあ、理想が人によってまちまちっていうのは、まあ、合意形成をしっかり図るとこれはちょっとこの2つについて説明をします。で、えー、全方位情報収集って呼んでるのは、まあ、漏れなく情報を集めなさいっていう意味です。でえーまあ、た例えばですねあの 上下、えー、左右前後みたいなですねこういうふうにです、ね、それぞれ、えー、着眼点を割り振っていけば、えー、前っていうのはまあ将来ビジョン、えー、後ろっていうのは過去の事例、えーまあ、左右はどっちもいいんですけどお、まあ、ステークホルダーっていうのは、まあ、利害関係者、まあ、組織の中のいろんな単位ですね。から、あのー、おこれはベンチマーク多施設ですね。えー、で,すねで上っていうのが、まあ、上位の方針ということで医療制度法令規定。 えー、下っていうのはまあスタッフですね内部の実行部隊の状況とおどんなにですね戦略を立ててもですね現場がついてくれなければ意味がありませんので、まあ、どうなのっていう話をしとかんという感んですよね。で、まあ、こういうですねパパパッとですねまあこういう,う、まあ、観点からですね えー、情報をさっと集めれるって言うのがですね。まあ、非常に情報収集能力が高いと漏れがないということではないかと思います。で、当然ですね。あのたくさん集めようと思えば時間がかかるわけですけども、それを効率よく集めるためにですね。ちゃんとこう手順化しておくっていうのが重要と思います。次合意形成ですけども、この合意形成っていうのはですね。この工事の合意と定時のまあ、不合意というかですね。この2つがあると思います。 で、えー、大切なのはこの工事の合意です、えー、みんなが納得する素晴らしいクリニカルパスを作ろうとかですね、この部分でですね、えー、ちゃんと合意が得られてない、まああのー、まあ病院で言えばですね看護師も医師も、まあ、メディカルスタッフもみんなですねやっぱりパスって大事よねっていうふうに思ってなければ、ですねまあ、まずですね、えー、下の方ではですは、ねまあ、それはやっぱりそれぞれの立場でですね、あのー この業務は医師がやるの看護師がやるのって言ったら絶対揉めるに決まってるんでですね、まあ、その辺で、えー、揉めてしまってもうあのパスがもうできなくなっちゃうわけですね。で、まあ、そうじゃなくって、えー、ちゃんとです、ね、こう工事の合意をしっかり取れてると、まあ、下の方で,です、ね、不合意があっても、まあ、それはですね、まあ、だんだんと話し合えばです、ねあのーまあ、どっかで,です、ね、折り合いをつけるんだろうと思いますね。 まあそういう意味でこの工事の合意っていうのをしっかりと議論しておく合意を取り付けておくっていうのがまあ非常に大事だと思います。そ、まあ、そもそもパスっって何ののためにやるのっていう議論をちゃんとしてるかどうかですね。はいえ次ですねあの戦略の分類軸と網羅性っていう話をちょっとしときます。 でこれはのマネジメント組織もですねこの網羅性が重要ですよって話をしてますけど当然ですねそのマネジメント組織が網羅をしてるっていうことはその下にある戦略も網羅的である必要があるわけですねだからもう網羅するっていうことは、まあ、全体を俯瞰してみるっていうことですけども、まあ、これもですね、まあ、やっぱり、あのー、ちゃんとですねこう分類してですね、えー、ちゃんと俯瞰できる人がいいでしょうと思いますでそのためにですね、まあ、この縦と横のです、ね、軸を置いて、えー、縦がですね戦略の階層化 で、横がサービスの種別っていうことですね。えーまあ、このサービスの種別っていうのはさっき言ったようにですね、えーまあ、もちろんこれあの、えー、診療教育研究とかもあった上での財務人事情報ですけどもだからまあちょっとこれ全部書いてるわけじゃないですけど例えばっていうことですね、まあ、こういうサービスの種別があってで、えー、戦略もですねこう非常に高いレベルからですね極めて具体的なレベルまでこの階層があると思いますね。で上位っていうのの、がまあ理念。で、まあ、この 今ちょっと議論していいるののが、まあ、狭い意味でで戦略ですね、まあ、具体的な方針。で、えー、もっとです、ね、下の方はもう個別のです、ね、極めて具体的なです、ねえー、プロジェクトがあると思います。で、まあ、通常理念というのはです、ねまあ、そんなにいくつもあるわけじゃなくて、まあ、基本的に病院としては一つだと思いますね。 で、次にですねサービスごとの個別の方針戦略があってで、まあそこからですね、まあ、重要なですね、これは絶対進めていけないという重要課題に対してはまあ、何らかの特定のプロジェクトっていうのを起こしてで、そこに予算と人員を優先的につけるとまあ、こういうやり方かなと思います。はい、えー、じゃあですね、えー、具体的な戦略の、まあ、立て方というかですねどう何を、えー 何を議論して、えー、何を作ればいいのかっていうですねそれを極めて具体的な話をしたいと思いますで、えーまあ、このスライドですね、まあ、一番この授業で一番重要なスライドじゃないかと思うんですけども、まあ、この戦略策定の手順ですね <laughs>、えーまあ、こういうステップでやりなさいというですねちょっとこれちゃんと説明したいと思いますまずですねあのステップ1として戦略のリストアップ で当然です、ね、自分の病院がねです、ね、何をしているのかどういうサービスがあるのかというのをしっかりと網羅的に特定しないとです、ね、どんな戦略を立てていいかというのはわからないわけですねだからちゃんとです、ね、サービスを特定して網羅して、まあ、その中から、まあ、あ,のあまりにも細かいです、ね、もう一個一個にすごいちゃんとした戦略を立てろというのは、まあ、それは時間的にも無駄だと思いますので、まあ、その中から策定すべき戦略をリストアップすると、えー、重要なものだけでいいと思います。 でステップ2としてですねまずその進め方についてちゃんと議論をすると。で、まあ、当然ですねそのリストアップした個別の戦略に対して、まあ、誰が責任者で、えー、実際にその戦略をちゃんと書くですね、えーまあ、コンピューターに入力する、ね、そういう担当者がいてでその、まあ、人間ですけども、まあ、組織としては企画の組織と承認の組織とこの企画の組織と承認の組織とは大抵別ですね。あのー えー、承認の組織っていうのはまあ非常に大きな組織で、えー、そこで,です、ね、あんまり深い議論というのはできないことが多いんで、えーまあ、案を立てるというかですね、えー、そういうのはま,あまた別の企画の組織というのがあるでしょうと、まあ、これがまあ通常ですねマネジメント組織だったり、まあ、その中の実動部隊だったりっていうんだと思いますでまずですねどういう進め方かっていうのを決めていくと。で3番目えー このの戦略がですね、上位の方針とか重要課題に従っ,いい、ねえー、ってこの上位の方針とか重要課題というのを確認しておくとで、えーまあ、上位の方針というのはまあ通常病院の理念ですねで、まあ、大学なんかの場合は全学の方針とかですね、スローガンみたいなのもあるんですけども、まあ、こういうのをしっかり確認をしておくとお、まあ、知っておくとで、もう一つですね、これとは別に病院全体の重要課題というのをしっかり議論してリストアップするというのも重要だと思います。 えー、もうあの病院全体で取り組まないといけないですね重要課題っていうのは当然ですね全ての個別の戦略に反映されないといけないわけですから、まあ、これをですねあの、まあ、認識がま,あまちまちだったらですねなかなかこう共通の議論でできないわけですね。 で次ですねステップ4として理想を描くとでまあ個別の課題ごとに理想を描くそのための調査を実施するとで、まあ、さっき理想を描く力っていうので、まあ、言ったようにですね、まあ、これもちゃんと情報収集をしてですね、まあ、特に他施設を見に行くとかでね他施設の状況を知るっていうのがですねあのまあ自分たちがどういう方向に進めばいいのかっていうのにです、ね、非常に示唆を与えてくれるわけで、ね、こういうの重要です。で、えー、現状分析をするとステップ5ですね。 でえー、寺院の現状を分析して理想と照らし合わせて実際の課題を抽出するとだからまあ現状分析っていうのは当然その課題を抽出するためになるわけですね。で、えー、この場合ですねその個別のサービスのですね、まあ、その、えー、業務のですね、えー、誰が提供して誰が需要者かっていうのを明確にしておくとで、まあ、提供者が誰っていうのはですね、まあ、その人たちに頑張ってもらわていといかんっていう意味ではですね、まあ、これが曖昧まだっていうことはありえないだろうと。 でもう一つ、事業者を明確にというのはこれはあの仮説検証サイクルのところであったように事業、まあ、者の主観的な評価というのは常に気にしないといけないと、まあ、それがですね、えーまあ、あの成果になるわけですね。えー、で、えー、それを別の言い方とすすとインパクトという言いですけどもそのインパクトを知る上でも誰が事業者なのかのと明確にしていかないといけないと。 であとですね、えー、質的調査として現場のヒアリングを行うとかですね量的調査としてまあ,あの主にこの経営分析とかですねあるいは達成企画とかこういうのを行うとでこれによってですね現状分析からまあ、課題っていうのが抽出されるとこれも極めて具体的な課題ですね。えー、で そのの課課題題に対ししてててステップ6として課題解決の方針を立てるとまあもう山ほど課題が上がってきたらまあそれに対してまあどういうふうにするかっていうまあ個別ですけどもまあ,まあ大体のですね方針をですねやるやらないとかですね、まあ、あの当然その課題があってもですねもう仕方がないとかですね今はちょっと無理とかですねそういうこともあると思いますのでまあちゃんと方針っていうのを個別に立てておくと。 で、えー、そういうのをずっとして、まあ、ある意味ここ,こまではもう下準備のようなもんですけども本当にやりたいのはですねこの具体的な行動のためのですね、個別のプロジェクトをですねで、えー、さまざまな課題を解決するの特定のプロジェクトを企画してでそのプロジェクトには優先的に予算と人員を配置すると。であの <laughs> 部署ごとですね小さい部署ごとだったらですねあのそんなあのこういう個別のプロジェクトじゃなくてですね 当然そのこの課題があって解決方針を立てたらあとはもうやるだけということでこのステップ7っていうのはまあないかまあ,あの小さいかですねもう,もうこのステップ6っていうのがまあ重要であとはそのサイクル分析力ことになると思うんですけどもまあ今話をしてるのは。 病院マネジメント組織としてどうあるべきかっていうです、ねえー、話なんで、まあ、これはその要するに病院長を中心として病院をどうしたいかっていう話なんで、まあ、このステップ7っていう話が、まあ、これが病院全体で病院全体のームーブメン,メントとしてやってくるわけですからこれがまあ重要になってくるだろうと思います。 はい、でステップ8はサイクル分析ということで、えーまあ、定期的に評価をするとで必要に応じて戦略を修正すると、まあ、これはやっぱりあの必ずやらないとですね、えーまあ、大体年に1回ぐらいでいいのかなとは思いますけどもこの戦略の修正はですね、まあ、こういうのを必ずやっていくと。はい、でその具体的にですね一個一個の戦略について、まあ、ちょっと宮崎大学病院の例ということでですねちょっとパッパッパッと説明していきたいと思います。 で、えーまああのまあ、どういうですね、戦略を立てるのかで、まあ、これも網羅性がいるわけですけども、えーまあ、具体的にはですね、えーまあ、経営っていうのはちょっとあの広い言葉なんで、まあ、財務と言った方がいいと思いますけど財務の戦略人事の戦略臨床教育臨床研究地域連携患者サービス IT 広報ほか、まあ、にもまあ,あるとは思いますけど切り、まあ、がありませんので、まあ、こういうのを挙げています。で、えー まあそれに対してですね、まあ、それぞれの今挙げた戦略に対して、えー、この戦略フレームワークフレームワークっていうのはまああの基本的な枠組みですね、えー、まあモデル化したものですね、えー、を当てはめていこうとでこれがまああのさっきその手順で説明したような内容が組まれています。でこの戦略フレームワークとしては、まあ、この戦略の進め方とかですね、まあ、戦略オントロジーと呼んでますけどこれがさっきのです、ね、上位の方針需要課題理想現状分析 で、具体的方針とで、えー、個別の対策っていうのが、まあ、こうプロジェクトですねで、まあ、PDCFPDCF って書いてますね、えーまあ、仮説検証サイクルを回すということです、ね。でもうちょっと具体的にですねステップ2の戦略策定の進め方として、えー、この財務の戦略の場合っていうことですけども。 えーまあ、戦略策定のお責任者としてはですねこれ策定の責任ですよ、えー、病院全体の責任者は病院長に決まってますけどもこれがあ、まあ、経営企画担当の区病院長だったりですねで実質的な議論の場承認の議論の場というのは、まあ、こういうものでしょうとこういうのを書いてます。<laughs> で上位方針重要課題として、まあ、どういうのを挙げるかで、まあ、宮崎大学の重要課題とかですね医学部と医学部不属病院の基本戦略との整合性。 えーあまあ、もちろんその理念というのがあってでその理念の遂行のためには病院の財務基盤安定予算価格が必須であるということで、えー、理念とこの財務戦略の、まあ、整合性がちゃんと取れてますよと。で、えー、重要課題っていうのをですね、まあ、重要っていうからにはですねそんなあの100個も200個も挙げた仕方がないんでまあこういうのがあるでしょうと。でこの順番もです、ね、やっっっぱりちょとと意味があると思ってて でえー、じゅより重要なものを上に書くという意味では、まあ、このトップはなお宮崎大学病院の場合でもこの医師不足というのは非常に深刻でだから、えー、この財務戦略の中でですねこの医師不足対策に対してどう戦略に反映させるのかっていうのはあります。えー、でもですねあのこの医師不足に関してはまあ全ての戦略においてですねこの医師不足対策っていうのが盛り込まれているかっていうことがまあ問われるということですね。 はい、えー、で次ですね理想を描くということで、えー、これなかなか描けてないんですけども、えー、宮崎大学病院の理想像というのは、えー、職員と国の医師の過労働を防ぎながら増収に努めるとかですね、診療の質を保ちながら経費節限に努めるとか、えー、職員の十分な増員を行うことができるような安定した財務基盤を築くと <laughs> まあ人を増やすっていうのはお金がかかりますから、まあ、それが あのできなければですね。なかなかこう医療の質も保てないということで、えー。その増員ができるっていうぐらいの財務基盤を築くということは非常にいいことですよね。で、まあ、こういうことが、まあ、理想としてあって、まあ、理想っていうこと、はなかなか簡単にはできないことですよね。で、まあ、あと参考となる事例っていうのをちょっとここに上げて。まあ、これはですね。まあ、たまたまこう上げてますけど、もっと、っぱい、ですね。こう上げれれば、まあ、この中から、まあ。あの、二つ三つ選んで、ちょっとこう。 見学に行きましょうとかですね。まあそういうのがあるんだろうと思います。あ、やってないですけど、あ、全然やってないわけじゃないですね。ここは行ったことありますね。で次ですね。現状分析でこれはもう山ほどあります。ちょっとこのあのあこれはですねマインドマップっていうのからあので作った図ですけども、あのこうやってこうちょっとこう白い丸があるところはこの下にもいっぱいバーっとこうですねこうあるっていう意味です。だからまあちょっと全部上げきれてないですけども。 この現状分析を行う上でですね、あのこの財務の戦略におけるあのサービス業務の分類ですね、まあ、どんな業務があるかというのは、まあ、とても大事ですだから、えー、まず経営分析というのがあって増収対策経費節電対策予算配分設備更新まあ主にですね、えー、この財務の戦略ではこの5つについて考えれば大体網羅して,ますしてるでしょうっていうですねこういう、い じっとです、ね、あの業務の分類です、ね、ができるかというのはとても大事で,でこれは当然その地域連携戦略だとまた別のものになるわけですね。でこれは本当にその業務サービスの内容を知らない人はですねこういうのはできないわけですねこういう分類はですね。でまあそれぞれについて具体的に見ていくと、まあ、例えば増収対策だったら診療報酬改定対策とか DPC 係数アップ策とか在日数短縮と肝臓症とかクリニカルパスの推進とかまあもちろん これだけではないとは思いますけどもこれだけではないんですけども、まあ、重要なものとしてこういうのを挙げると。で例えばですねその診療報酬改定に対しては、えー、2014年の診療報酬改定対策を進める必要があるとかですねこういうのが、まあ、課題として上がるわけですね。えー、今はですね2014年の6月なんでまだ十分なですね対策を進めきっていないところですね。はい。 で、例えば経費責任対策だったらジェネリック推進とか医薬品レスビューとかもちろんいっぱいありますけども、まあ、重要なものですねこの、えーまあ、戦略っていうのはですねあの個別の部署ごとの小さい戦略という意味ではなくって、えー、病院マネジメント組織として病院全体で取り組むべきですね重要案件を扱うっていうことを中心に考えてますので、えー、経費責任対策でもこう大きなものを挙げていってます。 で、えー、ジェネリックの導入ということでですね、えーまあ、課題としてですね、えー、ジェネリック推進を計画的に進め DPC のケースアップに進める必要があるとか、まあ、こういうふうに課題を挙げていると、まあ、これをですねダーッとやっていくわけですね。で,で、まあ、そうやってですねあの課題が上がったということでですね、まあ、その全ての課題に対してなくって、えーまあ、その中からさらに重要なものをピックアップして でその一つ一つの課題に対して課題解決方針っていうのを立ててでそれをちゃんとですねこの文章の形でですね明示するわけですね。でまあこういうふうにですね、まあ、非常に個別にですねあの一個一個ですねこの課題の解決方針っていうのをですね立てていくとまあこれはですねあの、まあ、役に立たないっていうことは絶対なくってで、えー、病院長とかですねその、 まあ、執行部の立場からすればですね、まあ、ちゃんとこういうふうにです、ね、上げてくれればですね、あのーまああのー、安心感がありますよね、あのー、見落としがないというかです、ねえーまあ、見落としはまあ当然あるんでしょうけども、まあ、見落としが非常に少なくなるという意味ですねで当然この1個1個に対してですね、あのー、どうなのという話はできるわけですねこうやってリストアップされてるわけですねだから まあ、極めて具体的なプロジェクトを立てるかどうかは別として、えーまあ、課題台帳みたいな形になるわけですね。でこの課課、まあ、課題題題いうか、まあ、課題解決大ですね、えー、に対して、えーまあ、時々ですねあのどうなのって話が、まあ、非常にしやすくなりますよね。まあ、これがあの、まあ、経営の可視化っていうことにつながるわけですね。<laughs> でそ,の中その課題の中山ほどある課題,の課題の解決方針の中からですねあのもう本当に病院として優先的にしかも人とお金をかけて取り組まれていかんっていうことを えー、ちょっと区別をしたいとこれはもう選択と集中っていう話ですねでそういう意味で、えー、この個別プロジェクトあるいは特定プロジェクトという言い方で、えー、そういうのを立ててはどうか、まあ、ここちょっとこう書いてますけども、まあ、こういうものを、まあ、選んで、えー、具体的に計画をしていくとこの個別プロジェクトですね。 で、まあ、ここからですねそのプロジェクトにすればですねこの、まあ、一般的に医療に限らずですねプロジェクトの管理手法っていうのはあるわけで、えーまあ、そういうですねちゃんとしたプロジェクトの管理手法にのっとって、まあ、あの人の人と予算の配置をするとか、えー、スケジュールを立てる、まあ、この時がんとチャートっていうのを作るわけですけどこういうことをしていくということになります。でまあそうやってですねあのー まあそれに対して、まあ、ほったらかしであ、えー、っていいっていうことはなくってこれはもうマネジメント組織としての重要なですねあの組織コンピテンシーとしてこのちゃんとサイクルが回せるということがありますのでまあちゃんとこのサイクルを回サークルサイクル分析を行うということがあります。でまあサイクルはまあドゥとかチェックとかアクションとかありますので、えー、ここちょっとですね成果と効果って書いてますけども。 えちゃんとですね、えー、成果・効果の指標っていうのを立てて見ていくとで、えー、成果と効果の違いはこれはさっき言ったですね、えー、提供者の評価を成果需要者の評価を効果あるいはインパクトっていう言い方もあるんですけどもまあこういうふうに分けるとで効果として挙げられるのは需要者の社会需要者や社会の満足度とか行動変容と。 実際にあのそういうサービスを受けてどんだけ満足してるかあるいはどんだけ行動が変わったかですね、えー、っていうのを見ていくということになります。はいえー、でさっきはちょっとあの何回か口に出しましたけどガントチャートですねあのものすごく有名なんですけども。 意外と知らないというかですね、まあ、あの病院の職員ってそんな経営学を学んでるわけじゃないんでですね、えー、意外と知らないと、えー、プロジェクトの予定を策定し進捗を管理するための表ですね、まあ、こんな感じでで、えーまあ、縦軸が細かな作業項目でだい大体まああの、えー、早くやらないといけないものから後になるものまでずっとこう並べることが多いです。だからまあこう線はこういうふういにですね右から下 右左上から右下にこう,こういう形になると思いますけどもで、えー、まあ通常ですねまあ細かいんだったら日単位っていうのもあるでしょうけどでこのプロジェクト進捗管理でガン,ガントチャートを作成するのはもう常識で,で、まあ、全然大したことがないんですよね多分ガントチャートっていう言葉を知らなくてもこんな表を作ったことはみんなあると思います。 まあこれをですねしっかりを作ると、まあ、これは予定ですねで予定に対して実際に実施したのはいつかっていうのもまたチェックしていく必要があるわけですね。次 KPI キ、えーパフォーマンスインディケーター重要業績評価指標を通常 KPI と呼んでますけど、まあ、これはプロジェクトの進捗管理のために設定した期間ごとの数値目標と、えーでまあ、数値目標ですので、まあ、当然客観性の高いものがいいですね。その あんまりあの主観的な評価が入るようなものではなくてですね、えー、もう単純に正しいか間違っているかしかないようなですねそういう数値データでで、えー、ただですねこれはもうモロハの件で、えー、KPI に縛られてですね、えー、もう KPI を上げることと最終的な目標がもうごちゃになってしまうってことはよくあります。えー、なんで、まあ、そういうことがならないようにあくまでこれは、まあ、評価の。 いくつかの評価の指標のまあ一つという考え方で、えー、プロジェクト全体の評価ではなくあくまで進捗管理のためのいくつかの数値データの一つとあるいは数値データということを考えとか考えとかんでいかんです。でまあ例えば在任数短縮プロジェクトというのであればこういうのがですね、まあ、こうグラフこれはもう,もうちょっとですねあの診療科ごとのデータもあるんですけど、まあ、こういうのをえ評価の えまあ指,標指標にしながらまあもちろん在日短縮っていうことの目的っていうのはいろいろありますのでまあそういう目的に対してちゃんと成果効果が上がっているかっていうのはまた別途考えるわけですね。まあ、こういう K とい KPI のがありますでえ最後にですねちょっと参考ということで IT 能力成熟度フレームワークっていう話をしたいと思います。ここれはどういうういいとととかというとですね、えー ITCMF IT ということで,でこれは IT 組織のパフォーマンスについて包括的な評価のベースを提供するものということで,で、まあ、これがあるおかげで、まあ、どこがあの劣っているかっていうのを、えー、が客観的に分かると。で、まあ、類似の多施設と比較してベンチマークができるかですねあるいは刑事的にあのまあ 成果を終えるとかですねまあこういういのがあります、まあ、これはもう本当に、えーまあ、KPI の塊のようなものですね。で具体的にはですねこんな風になってます。4つのマクロケイパビリティグループというのがあって、まあ、さらに33個の細分化した項目があると。まあ、どういうことかというとですね、あのーまあ、組織のですね、まあ、活動の評価っていうことをすると、まあ、特にこの場合は IT 部門なんですけどもこの IT 部門なんですけども IT っていうのはですね IT を別のものに置き換えて、まあ、少し項目が変わりますけどもあのこれは病院でもいいんですよねあの病院のケイパビリティっていうのはまだ十分できてないと思いますけども、えー、応用性がありますで4つっていうのはですね、えー、<laughs> ビジネス的な管理予算の管理活用能力の管理、えー、ビジネス価値志向の IT 管理、まあ、これが4つ。 で、えー、ビジネス的管理でいえば、えー、リーダーシップとかガバナンスとかですねプロセスマネジメント、えー、戦略計画これですね戦略計画とかですね、えー、組織のデザインとかあーサービスの分析とかですすねこんなんありますで予算管理は、まあ、あのお資金調達というのは、まあ、病院ではあんまりないですけども、えー、ポートフォリオ計画とかですね、えー、のがありますね。 でえー、活用能力としてまあダダダダダとあります、えー、で、まあ、最終的にこう全体的な管理っていう意味でですね、えー、ポートフォリオ管理というのがあります。<laughs> でこれですねこれ33個のですねこう一個一個の丸を全部足すと33個なんですけどこの33個に対して質問項目っていうのがそれぞれまたいくつかあってでそれの質問に。 まあ答えていくというようなやり方です。で、まあ、それがまあ5段階評価になっててまあ、トータルの点数っていうのが出るわけですね。で、それがまあ例えば病院の it 部門だったらいくつかの病院でそれをやればですね。自分の病院がだいたいどの辺にいるのか？あの予算管理っていうのは全然できてないね。とかですね。あの活用能力は意外と高いね。とかですね。まあ、そういう多施設との比較ベンチマークができると。 で、多施設の比較っていうのは横の比較をオーランとすれば今度は自分の病院でですね、あのまあ、何回か時間を置いてやればですね、あのどれぐらいこう改善されていったかっていうのをあ,のある程度客観的に見れるということで、まあ、こういうあの、まあ、なかなかこう客観的に評価しにくいようなものもですね、あのたくさんの項目で、まあ、5段階評価をすることによってよりですね、まあ、客観的、まあ、数値的な評価ができるということで。 まあ例えばですねこれはあの業界平均っていうのがこうあってですねでそれぞれのマクロケーパビリティごとにそれぞれの項目ごとに自分の自分のとこがまあどうかっていうのがあってあこの辺は得意だなとかですねここちょっとこうあの全体的に平均を下回ってるのかなとかですね、まあ、こういうことが分かるところはまベンチマークですね。はい でまあ、これをですねちょっと宮崎大学も取り入れて、えー、まだ十分ではないんですけども徐々に始めてるところです。でこれをですね、まあ、どういうところがやってるのかっていうんですね宮崎大学やってるわけじゃないです。これはですね IVI っていうです、ね、イノベーション・バリュー・インスティテュートっていうです、ね、このアイルランド国立大学とおインテルっていうです、ね、このコンピューターの会社です、ねえー、が共同でですねこういう IVI っていうですね組織を設立して。 で、まあ、ここでさっき言った ITCMF の, IT C M F のお策定を行っているというところです。でこれはですね、あのー、ちょっと見学見学、まああのー、話し合いに行った時ですね、えー、のお様子です。これはもうドネラン先生ですね、えーまあ、一番この ITCMF に詳しい方ですね、えー、アイルランドです。 はいえー、まあマネジメント側としてはまあ、こういうですね、えー、世界標準の、えー、管理手法ですねまあ、主にこれはこの場合評価ですけどもを取り入れるっていうのはまあ非常に重要なんじゃないかなと思いますはい以上ですご清聴ありがとうございました。